いよいよ最後やな。うん、しっかり見届けようか。うん、よし、行こっか。出発しようか。でも楽しもうな。うん、悲しい顔した煉獄さんがな、悲しむな。煉獄さん楽しんでます。うん、2024年6月9日、鬼滅の刃と USJ の最終日。その日は残念ながら雨が降っていました。まるで私たちの心を表しているような、そんな雨でした。大阪に着いてからも雨は降り続けていました。ついにこの日が来てしまいました。名残惜しいんですが、今日は煉獄さんとの楽しい思い出たくさん作って帰ろうと思います。いよいよユニバーサルスタジオジャパンのエントランスが近づいてきました。いつもだったら楽しいだけなのに、今日はなんだか寂しい気持ちも半分あります。でも今日は素敵な思い出を作りたいので、笑顔で行ってきたいと思います。パークに入ってすぐ、煉獄さんと炭治郎と禰豆子ちゃんに会いに行ってきました。たくさんの人がこのモニュメントの前に集まり、最後の記念撮影を楽しまれていました。分かってはいたものの、煉獄さんの前に立つといろんなことを思い出して感情が高ぶる。大切な一日にせなあかんのにな。行こか。たくさんの鬼滅ファンの人に出会いました。皆さんも最後のお別れしに来たんですね。こちらはエイミーちゃんからいただきました。貴重なお土産ありがとうございます。こちらはレンさんからいただきました。さくらちゃんのために取ってきてくださったそうです。ありがとうございます。では、私たちも最後のライド、行ってきます。ラストライド。なにわ駅を出てからも涙が止まらず、座れるベンチを見つけて、しばらくはこうしていました。気持ちが落ち着いたので、またなにわ駅周辺に戻り、煉獄さんのレストランに行くことにしました。USJ で、当たり前のように広がっていたこの風景、この見慣れた煉獄さんも明日からはもういなくなるんですね。一つ一つが本当に名残惜しいです。では悔いの残らないようにしっかりと食べていきたいと思います。煉獄さんのレストランに来ました。最後の牛鍋カレーと、そしてハンバーグをいただきます。これってさ、うん、絶対辛いじゃん。辛くないよ、大丈夫。これで最後だね、食べるの。うん、美味しくいただきましょうか。はい、びっくりした。上手やんか。やる。おいしい？煉獄さんの味がする。煉獄さんの味。これが最後の牛鍋焼きカレー。思えば鬼滅の刃と USJ のコラボプレオープンの日もこの焼きカレーを食べたな。コラボが復活するときはまたあの焼きカレーが食べれるんだって喜んだよな。そんなことを思いながら最後の焼きカレー美味しくいただきました。無限列車のチョコレートケーキ、最終日ということもあって売り切れ寸前でしたが、滑り込みセーフで
オーダーすることができました。カレーもハンバーグもケーキもこの味には私の思い出が詰まっている。最終日に娘と来れて二人で食べれたこと、私はずっと忘れない。思い出に残るお味をありがとうございました。グッズ売り場がどんな状態になっているのか気になったので見に来ました。煉獄さんのグッズやお菓子などの食品系は売り切れていたものの、ぬいぐるみ、カチューシャ、日輪刀、そしてお子様の T シャツなどはまだまだ在庫がありました。なにわ駅付近のお土産屋さんはこのような状態でしたが、エントランス付近のお土産屋さんは鬼滅の刃グッズは撤収されており、マリオのグッズに変わっていました。ついこの間まではたくさんの鬼滅グッズでにぎわっていたのに、やっぱり終わっちゃうんですね。だんだんと実感してきました。結局この日は天気が回復することもなく、夕方からは本格的に雨も降り出しました。最後の煉獄さんとのお別れの時間、たくさんの人がこのモニュメントの前に集まって煉獄さんとの別れを惜しまれています。夜はお仕事、明日は学校、早く帰らないといけないのは分かっているけど、なかなかこの場所から立ち去ることができません。時間が許す限りずっとこの場所から3人を見つめていました。今日で終わるんだな。 USJ コラボ、本当にいろんなことがあったな。これは3年前プレオープンの日の映像です。この日初めて煉獄さんの焼きカレーをいただきました。これは3年前のオープンの日の映像。そういえばこの日も雨が降っていたんだったっけ。ねずこちゃんのポップコーンが欲しくて5時間並んだ日もありました。ポップコーン買えないで泣いた夜もあった。 USJ に行けない視聴者様のためにねずこちゃんのポップコーンバケツのプレゼント企画もやったな。煉獄さんとお忍びデートもしたっけな。前回のコラボの最終日、この日も私は煉獄さんに会いに行っていました。もう会えないって思っていたから、コラボが復活した時は本当に嬉しかったな。グッズ爆買いしたり、お誕生日のお祝いに行ったり、嬉しい時も悲しい時も、ここに来れば鬼滅の刃のキャラクターのみんなと会えました。美味しいお料理を作ってくださってありがとうございます。こんな素敵なコラボを開催してくださってありがとうございます。無限列車とユニバーサルスタジオのコラボは終わってしまいますが、7月から始まる新しいコラボ楽しみにしています。煉獄さん、楽しい思い出をたくさんありがとうございました。